これはまあ今回実験用にあの陸上用 の, あのサータス機器を持ってきてますので、ちょっとアンテナとしては大きいですね。であとあの、まあ、動画を撮るときに、さすがに 350K でもですね、通信速度としてはまだまだそんなに速いスピードじゃないんです。ですから、動画を圧縮しなきゃいけないですね。航空用 の, その圧縮専用 の, その装置なんて今までなかったんで、これはうちが専用に開発したものがあるんですが、ですとか電波が直接届かないような場所で、低い高度から映像を送るとなりますと非常に困難が迫っておりました。そういったものが払拭されまして、もうリアルタイムに映像として災害だったらその災害対策本部に届けられるという大きなメリットがあるというふうに